どうも、男子ライフトーキング、友成よひとでございます。さあ、今回の電波日は、初の女性となっております。前回と同様、去年の12月のリリーベ、第1部のチェキ直後に撮らさせていただきました。さあ、それでは、まずこちらをどうぞ。さあ、リリーベ、チェキ直後、早速一人捕まえてきました。かなこさんです。はじめまして。はじめまして。初の女性にインタビューということで、リリーベチェキ直後ですけど、大丈夫ですか？ズバリ、もう大体わかりますけど、この画面に映ってるので、かなこさんは誰推しでしょう？エイタソラシです。やっぱり、すごい。ズバリ、まあ、難しいとは思いますけど、ズバリエイタソの魅力って何でしょう？魅力。でもやっぱり人を引きつける感じがありますね。確かに笑顔がもう素敵で、確かに、いや、あの人は他にいないですよね。なんか唯一あんな人他にいないですよね。ですね、いないです。いや、わかります。あのチェキ取られてどうでしたか？うまくいきました？めっちゃシミュレーションしてたんですけど、はい、結構やっぱり上がってなかなかまともにできなかったですね。でもこうラリー的な会話は結構できました。あ、じゃあ全然僕はもう成立しなかったんでエイタソー、僕もエイタソー1枚取ったんですけど、いや、やばかった。あの至近距離のエイタソーはやばいですよね。光りすぎてやばいですよ、ね、本当に。っていうか結構遠くのレーンにいる時からもう声がガンガン聞こえてて、あ、エイちゃんだみたいな。でカーテンが開くたびに見えて光が漏れてるって感じ。いや本当に五光がね差してるって感じですよね。わあ、ありがとうございます。かなこさんでした。はい、ということでご覧いただきました。今回登場したデオタさんはかなこさんでございます。ちょっとね、あの僕も、まあ、言ってましたけど、 A ちゃんとチェキを取った直後なので、すごく僕のテンションが高いというね、僕がすごく前に出すぎてるっていう点をまずお詫びしておかなきゃいけないなと思います。もっとかなこさんの話を聞き出せよと自分で思いました。編集してて、何お前がいっぱい喋ってるんだよと、本当に申し訳ない。もっとね、インタビュアーとしてこう成長しなきゃね。はい、ということで、当日ちょっと画面では分かりづらかったですけど、コートの中は A ちゃんのこの黄色のセーラーのコスプレだったんですね。ツイートを確かしてたんですけど、あの格好のまま割と人通りの多い繁華街をこう練り歩いたということで、非常に強いなと思いました。そして当日お兄さんと一緒だったんですけど、お兄さんにはやんわり断られました。はい、でもかなこさん情報によるとお兄さんは確かリサをしたと思いますので、お兄さん、次回はどうでしょう、出てみませんか。はい、ということで、今回のデオタさんはかなこさんでございました。今回も許可をいただいております。詳細欄にツイッターのリンクがありますので、結構多趣味な方なので、ぜひね遊びに行ってはいかがでしょうか。はい、ということで今回の電波日はここまでということで、次回もまたこのチャンネルで皆さんとお会いできたらと思います。次回登場するのはあなたかもしれませんよ。ということで、バビュー。